やあ、僕はテイワットで最も卓越した大魔術師リネ。驚いた？意外だった？どうして僕が君の前に現れたのか知りたい？それはね、君のそのトパーズのように透き通った目、それがとっても気に入ったからさ。ぜひとも君のためにもう一度ショーをやらせてよ。今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね。大魔術師を前にしてまだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんなんじゃ最高の瞬間を逃しちゃうよ。親愛なる妹リネット、今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。目に映るものが真実、この通りを観客たちが信じてくれてるといいんだけどね。そうすれば僕も数えきれないほどのトリックを生み出せるから。こんばんは。今夜は大魔術師のショーがあるんだ。まさか忘れてないよね。おやすみ。眠れないなら催眠用の道具があるけど、あ、やっぱりやめとこう。ゆっくり休んで。美しい夢が夜明けまで君に付き添ってくれますように。そうだ、一つ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど、別にみんなに対してこんな風に喋ってるわけじゃないからね。相手が君だからだよ。ああ、リネットがいないから待機モードに入る。身の回りのことは一人でこなせるけど、やっぱり慣れないよ。君なら分かってくれるでしょ。だって君にはいつもパイモンがついてるから。ああ、これはまた切り込んだ話題だね。甘い果実っていつもトゲだらけの場所に実るんだ。じゃないと食いしん坊の狐に食べられちゃうからね。これも全て自分を守るためってわけ。まあ確かに僕はちょっとした嘘をたまーにつくことがあるし、それに抵抗もないよ。でも僕たちの間柄ならそんなの些細な隠し事に過ぎないでしょ。そうだと思わないかい？マジシャンがマジックの種を明かすなんて普通はしないことさ。でももし僕のことをリネ先生って呼ぶ生徒になってくれるなら、その原則も変わらなくはない。君の理解力と忍耐力はどれくらいかな。本当に楽しみだ。魔術師が神の目を持って舞台に上がると疑われちゃうんだ。だから事前に外すようにしてる。僕の神の目に興味があるのなら、今度のショーでは君が代わりに保管しててくれないかい？ちゃんと見張っててよ。気がついたら僕の手元に戻ってる。なんてことがないようにね。マジックは一種のパフォーマンスであるだけでなく、ものの考え方の一つでもある。世の中には一見普通であっても、多くの謎を秘めたものがたくさんあるんだよ。猫の耳は感情を表現できるんだ。後ろに折れてたら恐怖や警戒を表す。ピンと立ってたり、たまに外の方を向いてたりしたら、大方機嫌がいいってことだよ。あともし耳を素早くピクピクさせてたら、周囲の状況を警戒して探ってるってこと。
よく観察を重ねていけば君にも分かるようになるよ。お父様は僕たちに家を与えてくれた。僕たちの成長を導き、みんなが努力すべき方向を教えてくれた。僕がすべきことは簡単さ。忠誠心を維持し、そして僕たちの家を守ることだ。子供だけで作られた王国、僕たちの王はお父様。僕は知っている。国王がいつか後継者を選ぶことも、その後継者が僕になることも。でも同時に僕はそれに対して恐怖を抱くんだ。ふん、誰にも言わないでね。特に妹とフレミネには。どうやら僕たちはお互いに興味を持ってるみたいだね。とても光栄だよ。安心して。その魅力的な瞳を見ると、君に嘘をつくなんてこと心が痛んでできないから。マジックが永遠に失敗しないなんて、そんな保証は到底できない。僕にとってパフォーマンスで重要なのは、種を見破られるのを避けることじゃなく、いつ何時も冷静を保ち、臨機応変に対処すること。たとえ小さなミスをしても、それがパフォーマンスの一環だと観客に信じ込ませれば、依然として忘れられないステージにできるんだ。風や雨から守ってくれる両親を持たず、幼い頃から路頭をさまよってきた孤児。それは普通の人より多くの苦しみを経験することを意味する。でもそういった経験があったからこそ、今の僕とリネットがいるんだ。それに今はそこそこ悪くない暮らしを送れてるしね。家族、観客、僕のハットにはたくさんの人の期待が込められてるんだよ。今になっても僕の言葉を完全には信じきれないのかい？どうやら君は警戒心がすごく強いんだね。まあ、人に騙される心配がなくなるからいいことだけど。あ、それと、ちゃんと僕を見張っててね。瞬きするタイミングも慎重に選んだ方がいい。じゃないと、君がよそ見してるうちに、とんでもない大嘘をばらまきに行っちゃうから。その時は、君も責任を問われるだろうね。本当の僕は、普段みたいに外交的でも、話しやすいわけでもない。大半の場合、みんなと親しくなろうと、言葉のマジックを使ってるだけなんだ。本来の僕に、君は同情するかい？それともこういうやり方は、バカだって思うかな？ねえねえ、見て。ほら、かわいいウサギさんだよ。君は好きかい？え？この子がどうやってハットから出てきたのか気になる？うんうん。観客の驚いた顔は、すべての魔術師が愛してやまないものなんだよ。どうしよう。僕の最大の悩みは、大魔術師であるこの僕を前にしても、君が悩みについて考えちゃうことさ。昔はいつも鳩を放し飼いにしてたんだ。鳩たちはいつも自分で僕のところまで戻ってきてくれたよ。でもある時、戻ってきた鳩が数羽減ってたことがあってね。
痕跡をたどって見つけると、その子たちはもうピジョンパイになってた。今でもどうやったら鳩たちに自由と安全を同時に与えられるのか、僕にはわからないんだ。あれ、これらの素材で僕にマジックをさせるのかと思ったよ。何も変化がなかったら、逆に君をもっと驚かせられるかな。君が僕を信じてくれる。これ以上嬉しいことはないよ。こんなに尽くしてくれるなんて、僕の心を盗もうとしてるのかい？そうだとしたら、おめでとう。我が親愛なる弟子、もしくは仲間と言うべきかな。君はもう見事にそれを成し遂げてるよ。やっぱり来ると思ってたよ。君の家ってすごいんだね。僕みたいな大魔術師でさえこんなところ見たことも聞いたこともないよ。だけどもしもう完全にこの場所に慣れたなんて言ったら、君は僕が嘘をついてると思うかい？それは傷つくな。でもね、これは確かに本当のことなんだ。どうやらもうしばらくここにいないとダメみたいだね。だって君からの信頼を得るには時間に頼るしかなさそうだからさ。僕のこと追い出したりしないでよ。じゃあ僕のハットを見て、普段と何が違うか気づけるかな。もっとよく見てよ。ほら、もう少し近づいてさ。どう？わかった？模様かな？それとも色かな？もう何度も見てきたでしょ？そっか、残念だな。でも結論は間違ってないよ。このやり取りをしてる間にちょっとしたトリックを使って君からあるものを盗ませてもらった。その代わりカードを1枚君のバッグに入れておいたよ。僕が何を盗んだのか当ててごらん。そうそう、僕ってお金に目がないコソ泥なんだ。道理でお金をたくさん稼げるわけだね。でも外れ、正解は注意力だ。お金よりももっと価値のあるものだよ。これを理解して練習を重ねていけば君も優秀な魔術師になれるよ。さてと、そろそろカードを返してくれるかい？おやすみ。もし眠れないなら一緒に猫を数えてあげるよ。やあ、僕はテイワットで最も卓越した大魔術師リネ。驚いた？意外だった？どうして僕が君の前に現れたのか知りたい？それはね、君のそのトパーズのように透き通った目、それがとっても気に入ったからさ。ぜひとも君のためにもう一度ショーをやらせてよ。今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね。大魔術師を前にしてまだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんなんじゃ最高の瞬間を逃しちゃうよ。親愛なる妹リネット、
今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。目に映るものが真実。この通りを観客たちが信じてくれてるといいんだけどね。そうすれば僕も数えきれないほどのトリックを生み出せるから。こんばんは。今夜は大魔術師のショーがあるんだ。まさか忘れてないよね。おやすみ。眠れないなら催眠用の道具があるけど、あ、やっぱりやめとこう。ゆっくり休んで。美しい夢が夜明けまで君に付き添ってくれますように。そうだ、一つ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど。別にみんなに対してこんな風に喋ってるわけじゃないからね。相手が君だからだよ。ああ、リネットがいないから待機モードに入る。身の回りのことは一人でこなせるけど、やっぱり慣れないや。君なら分かってくれるでしょ。だって君にはいつもパイモンがついてるから。ああ、これはまた切り込んだ話題だね。甘い果実っていつもトゲだらけの場所に実るんだ。じゃないと食いしん坊の狐に食べられちゃうからね。これも全て自分を守るためってわけ。まあ確かに僕はちょっとした嘘をたまーにつくことがあるし、それに抵抗もないよ。でも僕たちの間柄ならそんなの些細な隠し事に過ぎないでしょ。そうだと思わないかい。マジシャンがマジックの種を明かすなんて普通はしないことさ。でももし僕のことをリネ先生って呼ぶ生徒になってくれるなら、その原則も変わらなくはない。君の理解力と忍耐力はどれくらいかな。本当に楽しみだ。魔術師が神の目を持って舞台に上がると疑われちゃうんだ。だから事前に外すようにしてる。僕の神の目に興味があるのなら、今度のショーでは君が代わりに保管しててくれないかい。ちゃんと見張っててよ。気がついたら僕の手元に戻ってる。なんてことがないようにね。マジックは一種のパフォーマンスであるだけでなく、ものの考え方の一つでもある。世の中には一見普通であっても、多くの謎を秘めたものがたくさんあるんだよ。猫の耳は、感情を表現できるんだ。後ろに折れてたら恐怖や警戒を表す。ピンと立ってたり、たまに外の方を向いてたりしたら、大方機嫌がいいってことだよ。あともし耳を素早くピクピクさせてたら、周囲の状況を警戒して探ってるってこと。よく観察を重ねていけば君にも分かるようになるよ。お父様は僕たちに家を与えてくれた。僕たちの成長を導き、みんなが努力すべき方向を教えてくれた。僕がすべきことは簡単さ。忠誠心を維持し、そして僕たちの家を守ることだ。子供だけで作られた王国。僕たちの王はお父様。僕は知っている。国王がいつか後継者を選ぶことも、その後継者が僕になることも。でも同時に
僕はそれに対して恐怖を抱くんだ。ふん、誰にも言わないでね。特に妹とフレミネには。どうやら僕たちはお互いに興味を持ってるみたいだね。とても光栄だよ。安心して。その魅力的な瞳を見ると、君に嘘をつくなんてこと心が痛んでできないから。マジックが永遠に失敗しないなんて、そんな保証は到底できない。僕にとってパフォーマンスで重要なのは、種を見破られるのを避けることじゃなく、いつ何時も冷静を保ち、臨機応変に対処すること。たとえ小さなミスをしても、それがパフォーマンスの一環だと観客に信じ込ませれば、依然として忘れられないステージにできるんだ。風や雨から守ってくれる両親を持たず、幼い頃から路頭をさまよってきた孤児。それは普通の人より多くの苦しみを経験することを意味する。でもそういった経験があったからこそ、今の僕とリネットがいるんだ。それに今はそこそこ悪くない暮らしを送れてるしね。家族、観客、僕のハットにはたくさんの人の期待が込められてるんだよ。今になっても僕の言葉を完全には信じきれないのかい？どうやら君は警戒心がすごく強いんだね。まあ、人に騙される心配がなくなるからいいことだけど。あ、それと、ちゃんと僕を見張っててね。瞬きするタイミングも慎重に選んだ方がいい。じゃないと、君がよそ見してるうちに、とんでもない大嘘をばらまきに行っちゃうから。その時は、君も責任を問われるだろうね。本当の僕は、普段みたいに外交的でも、話しやすいわけでもない。大半の場合、みんなと親しくなろうと、言葉のマジックを使ってるだけなんだ。本来の僕に、君は同情するかい？それともこういうやり方は、バカだって思うかな？ねえねえ、見て。ほら、かわいいウサギさんだよ。君は好きかい？え？この子がどうやってハットから出てきたのか気になる？うんうん。観客の驚いた顔は、すべての魔術師が愛してやまないものなんだよ。どうしよう。僕の最大の悩みは、大魔術師であるこの僕を前にしても、君が悩みについて考えちゃうことさ。昔はいつも鳩を放し飼いにしてたんだ。鳩たちはいつも自分で僕のところまで戻ってきてくれたよ。でもある時、戻ってきた鳩が数羽減ってたことがあってね。痕跡をたどって見つけると、その子たちはもうピジョンパイになってた。今でもどうやったら鳩たちに自由と安全を同時に与えられるのか、僕にはわからないんだ。あれ、これらの素材で僕にマジックをさせるのかと思ったよ。何も変化がなかったら、逆に君をもっと驚かせられるかな。君が僕を信じてくれる。これ以上嬉しいことはないよ。
こんなに尽くしてくれるなんて。僕の心を盗もうとしてるのかい？そうだとしたら、おめでとう。我が親愛なる弟子、もしくは仲間と言うべきかな。君はもう見事にそれを成し遂げてるよ。やっぱり来ると思ってたよ。君の家ってすごいんだね。僕みたいな大魔術師でさえこんなところ見たことも聞いたこともないよ。だけどもしもう完全にこの場所に慣れたなんて言ったら、君は僕が嘘をついてると思うかい？それは傷つくな。でもね、これは確かに本当のことなんだ。どうやらもうしばらくここにいないとダメみたいだね。だって君からの信頼を得るには時間に頼るしかなさそうだからさ。僕のこと追い出したりしないでよ。じゃあ僕のハットを見て、普段と何が違うか気づけるかな。もっとよく見てよ。ほら、もう少し近づいてさ。どう？わかった？模様かな？それとも色かな？もう何度も見てきたでしょ？そっか、残念だな。でも結論は間違ってないよ。このやり取りをしてる間にちょっとしたトリックを使って君からあるものを盗ませてもらった。その代わりカードを1枚君のバッグに入れておいたよ。僕が何を盗んだのか当ててごらん。そうそう、僕ってお金に目がないコソ泥なんだ。道理でお金をたくさん稼げるわけだね。でも外れ、正解は注意力だ。お金よりももっと価値のあるものだよ。これを理解して練習を重ねていけば君も優秀な魔術師になれるよ。さてと、そろそろカードを返してくれるかい？おやすみ。もし眠れないなら一緒に猫を数えてあげるよ。やあ、僕はテイワットで最も卓越した大魔術師リネ。驚いた？意外だった？どうして僕が君の前に現れたのか知りたい？それはね、君のそのトパーズのように透き通った目、それがとっても気に入ったからさ。ぜひとも君のためにもう一度ショーをやらせてよ。今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね。大魔術師を前にしてまだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんなんじゃ最高の瞬間を逃しちゃうよ。親愛なる妹リネット、今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。目に映るものが真実。この道理を観客たちが信じてくれてるといいんだけどね。そうすれば僕も数えきれないほどのトリックを生み出せるから。こんばんは。今夜は大魔術師のショーがあるんだ。まさか忘れてないよね。おやすみ。眠れないなら催眠用の道具があるけど、あ、やっぱりやめとこう。ゆっくり休んで。
美しい夢が夜明けまで君に付き添ってくれますように。そうだ、一つ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど。別にみんなに対してこんな風に喋ってるわけじゃないからね。相手が君だからだよ。ああ、リネットがいないから待機モードに入る。身の回りのことは一人でこなせるけど、やっぱり慣れないよ。君なら分かってくれるでしょ。だって君にはいつもパイモンがついてるから。ああ、これはまた切り込んだ話題だね。甘い果実っていつもトゲだらけの場所に実るんだ。じゃないと食いしん坊の狐に食べられちゃうからね。これもすべて自分を守るためってわけ。まあ確かに僕はちょっとした嘘をたまーにつくことがあるし、それに抵抗もないよ。でも僕たちの間柄ならそんなの些細な隠し事に過ぎないでしょ。そうだと思わないかい。マジシャンがマジックの種を明かすなんて普通はしないことさ。でももし僕のことをリネ先生って呼ぶ生徒になってくれるなら、その原則も変わらなくはない。君の理解力と忍耐力はどれくらいかな。本当に楽しみだ。魔術師が神の目を持って舞台に上がると疑われちゃうんだ。だから事前に外すようにしてる。僕の神の目に興味があるのなら、今度のショーでは君が代わりに保管しててくれないかい。ちゃんと見張っててよ。気がついたら僕の手元に戻ってる、なんてことがないようにね。マジックは一種のパフォーマンスであるだけでなく、ものの考え方の一つでもある。世の中には一見普通であっても多くの謎を秘めたものがたくさんあるんだよ。猫の耳は感情を表現できるんだ。後ろに折れてたら恐怖や警戒を表す。ピンと立ってたり、たまに外の方を向いてたりしたら大方機嫌がいいってことだよ。あともし耳を素早くピクピクさせてたら、周囲の状況を警戒して探ってるってこと。よく観察を重ねていけば君にも分かるようになるよ。お父様は僕たちに家を与えてくれた。僕たちの成長を導き、みんなが努力すべき方向を教えてくれた。僕がすべきことは簡単さ。忠誠心を維持し、そして僕たちの家を守ることだ。子供だけで作られた王国、僕たちの王はお父様。僕は知っている。国王がいつか後継者を選ぶことも、その後継者が僕になることも。でも同時に僕はそれに対して恐怖を抱くんだ。誰にも言わないでね。特に妹とフレミネには。どうやら僕たちはお互いに興味を持ってるみたいだね。とても光栄だよ。安心して。その魅力的な瞳を見ると、君に嘘をつくなんてこと心が痛んでできないから。マジックが永遠に失敗しないなんて、そんな保証は到底できない。僕にとってパフォーマンスで重要なのは、種を見破られるのを避けることじゃなく、いつ何時も冷静を保ち、臨機応変に対処すること。
たとえ小さなミスをしても、それがパフォーマンスの一環だと観客に信じ込ませれば、依然として忘れられないステージにできるんだ。風や雨から守ってくれる両親を持たず、幼い頃から路頭をさまよってきた孤児。それは普通の人より多くの苦しみを経験することを意味する。でもそういった経験があったからこそ、今の僕とリネットがいるんだ。それに今はそこそこ悪くない暮らしを送れてるしね。家族、観客、僕のハットにはたくさんの人の期待が込められてるんだよ。今になっても僕の言葉を完全には信じきれないのかい？どうやら君は警戒心がすごく強いんだね。まあ、人に騙される心配がなくなるからいいことだけど。あ、それと、ちゃんと僕を見張っててね。瞬きするタイミングも慎重に選んだ方がいい。じゃないと、君がよそ見してるうちに、とんでもない大嘘をばらまきに行っちゃうから。その時は、君も責任を問われるだろうね。本当の僕は、普段みたいに外交的でも、話しやすいわけでもない。大半の場合、みんなと親しくなろうと、言葉のマジックを使ってるだけなんだ。本来の僕に、君は同情するかい？それともこういうやり方は、バカだって思うかな？ねえねえ、見て。ほら、かわいいウサギさんだよ。君は好きかい？え？この子がどうやってハットから出てきたのか気になる？うんうん。観客の驚いた顔は、すべての魔術師が愛してやまないものなんだよ。どうしよう。僕の最大の悩みは、大魔術師であるこの僕を前にしても、君が悩みについて考えちゃうことさ。昔はいつも鳩を放し飼いにしてたんだ。鳩たちはいつも自分で僕のところまで戻ってきてくれたよ。でもある時、戻ってきた鳩が数羽減ってたことがあってね。痕跡をたどって見つけると、その子たちはもうピジョンパイになってた。今でもどうやったら鳩たちに自由と安全を同時に与えられるのか、僕にはわからないんだ。あれ、これらの素材で僕にマジックをさせるのかと思ったよ。何も変化がなかったら、逆に君をもっと驚かせられるかな。君が僕を信じてくれる。これ以上嬉しいことはないよ。こんなに尽くしてくれるなんて、僕の心を盗もうとしてるのかい？そうだとしたら、おめでとう！我が親愛なる弟子、もしくは仲間と言うべきかな。君はもう見事にそれを成し遂げてるよ。やっぱり来ると思ってたよ。君の家ってすごいんだね。僕みたいな大魔術師でさえ、こんなところ見たことも聞いたこともないよ。だけどもし、もう完全にこの場所に慣れたなんて言ったら、君は僕が嘘をついてると思うかい？
それは傷つくな。でもね、これは確かに本当のことなんだ。どうやらもうしばらくここにいないとダメみたいだね。だって君からの信頼を得るには時間に頼るしかなさそうだからさ。僕のこと追い出したりしないでよ。じゃあ僕のハットを見て、普段と何が違うか気づけるかな。もっとよく見てよ。ほら、もう少し近づいてさ。どう？わかった？模様かな？それとも色かな？もう何度も見てきたでしょ？そっか、残念だな。でも結論は間違ってないよ。このやり取りをしてる間にちょっとしたトリックを使って君からあるものを盗ませてもらった。その代わりカードを1枚君のバッグに入れておいたよ。僕が何を盗んだのか当ててごらん。そうそう、僕ってお金に目がないコソ泥なんだ。道理でお金をたくさん稼げるわけだね。でもハズレ、正解は注意力だ。お金よりももっと価値のあるものだよ。これを理解して練習を重ねていけば君も優秀な魔術師になれるよ。さてと、そろそろカードを返してくれるかい？おやすみ。もし眠れないなら一緒に猫を数えてあげるよ。やあ、僕はテイワットで最も卓越した大魔術師リネ。驚いた？意外だった？どうして僕が君の前に現れたのか知りたい？それはね、君のそのトパーズのように透き通った目、それがとっても気に入ったからさ。ぜひとも君のためにもう一度ショーをやらせてよ。今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね。大魔術師を前にしてまだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんなんじゃ最高の瞬間を逃しちゃうよ。親愛なる妹リネット、今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。目に映るものが真実。この道理を観客たちが信じてくれてるといいんだけどね。そうすれば僕も数えきれないほどのトリックを生み出せるから。こんばんは。今夜は大魔術師のショーがあるんだ。まさか忘れてないよね。おやすみ。眠れないなら催眠用の道具があるけど、あ、やっぱりやめとこう。ゆっくり休んで。美しい夢が夜明けまで君に付き添ってくれますように。そうだ、一つ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど。別にみんなに対してこんな風に喋ってるわけじゃないからね。相手が君だからだよ。ああ、リネットがいないから待機モードに入る。身の回りのことは一人でこなせるけど、やっぱり慣れないよ。君なら分かってくれるでしょ。だって君にはいつもパイモンがついてるから。
ああ、これはまた切り込んだ話題だね。甘い果実っていつもトゲだらけの場所に実るんだ。じゃないと食いしん坊の狐に食べられちゃうからね。これも全て自分を守るためってわけ。まあ確かに僕はちょっとした嘘をたまーにつくことがあるし、それに抵抗もないよ。でも僕たちの間柄ならそんなの些細な隠し事に過ぎないでしょ。そうだと思わないかい？マジシャンがマジックの種を明かすなんて普通はしないことさ。でももし僕のことをリネ先生って呼ぶ生徒になってくれるなら、その原則も変わらなくはない。君の理解力と忍耐力はどれくらいかな？本当に楽しみだ。魔術師が神の目を持って舞台に上がると疑われちゃうんだ。だから事前に外すようにしてる。僕の神の目に興味があるのなら、今度のショーでは君が代わりに保管しててくれないかい？ちゃんと見張っててよ。気がついたら僕の手元に戻ってる。なんてことがないようにね。マジックは一種のパフォーマンスであるだけでなく、ものの考え方の一つでもある。世の中には一見普通であっても、多くの謎を秘めたものがたくさんあるんだよ。猫の耳は感情を表現できるんだ。後ろに折れてたら恐怖や警戒を表す。ピンと立ってたり、たまに外の方を向いてたりしたら、大方機嫌がいいってことだよ。あともし耳を素早くピクピクさせてたら、周囲の状況を警戒して探ってるってこと。よく観察を重ねていけば、君にもわかるようになるよ。お父様は僕たちに家を与えてくれた。僕たちの成長を導き、みんなが努力すべき方向を教えてくれた。僕がすべきことは簡単さ。忠誠心を維持し、そして僕たちの家を守ることだ。子供だけで作られた王国。僕たちの王はお父様。僕は知っている。国王がいつか後継者を選ぶことも、その後継者が僕になることも。でも同時に僕はそれに対して恐怖を抱くんだ。誰にも言わないでね。特に妹とフレミネには。どうやら僕たちはお互いに興味を持ってるみたいだね。とても光栄だよ。安心して。その魅力的な瞳を見ると、君に嘘をつくなんてこと心が痛んでできないから。マジックが永遠に失敗しないなんて、そんな保証は到底できない。僕にとってパフォーマンスで重要なのは、種を見破られるのを避けることじゃなく、いつ何時も冷静を保ち、臨機応変に対処すること。たとえ小さなミスをしても、それがパフォーマンスの一環だと観客に信じ込ませれば、依然として忘れられないステージにできるんだ。風や雨から守ってくれる両親を持たず、幼い頃から路頭をさまよってきた孤児。それは普通の人より多くの苦しみを経験することを意味する。でもそういった経験があったからこそ、今の僕とリネットがいるんだ。それに今はそこそこ悪くない暮らしを送れてるしね。家族、観客、僕のハットにはたくさんの人の期待が込められてるんだよ。
今になっても僕の言葉を完全には信じきれないのかい？どうやら君は警戒心がすごく強いんだね。まあ、人に騙される心配がなくなるからいいことだけど。あ、それと、ちゃんと僕を見張っててね。瞬きするタイミングも慎重に選んだ方がいい。じゃないと、君がよそ見してるうちに、とんでもない大嘘をばらまきに行っちゃうから。その時は、君も責任を問われるだろうね。本当の僕は、普段みたいに外交的でも、話しやすいわけでもない。大半の場合、みんなと親しくなろうと、言葉のマジックを使ってるだけなんだ。本来の僕に、君は同情するかい？それともこういうやり方は、バカだって思うかな？ねえねえ、見て。ほら、かわいいウサギさんだよ。君は好きかい？え？この子がどうやってハットから出てきたのか気になる？うんうん。観客の驚いた顔は、すべての魔術師が愛してやまないものなんだよ。どうしよう。僕の最大の悩みは、大魔術師であるこの僕を前にしても、君が悩みについて考えちゃうことさ。昔はいつも鳩を放し飼いにしてたんだ。鳩たちはいつも自分で僕のところまで戻ってきてくれたよ。でもある時、戻ってきた鳩が数羽減ってたことがあってね。痕跡をたどって見つけると、その子たちはもうピジョンパイになってた。今でもどうやったら鳩たちに自由と安全を同時に与えられるのか、僕にはわからないんだ。あれ、これらの素材で僕にマジックをさせるのかと思ったよ。何も変化がなかったら、逆に君をもっと驚かせられるかな。君が僕を信じてくれる。これ以上嬉しいことはないよ。こんなに尽くしてくれるなんて、僕の心を盗もうとしてるのかい？そうだとしたら、おめでとう！我が親愛なる弟子、もしくは仲間と言うべきかな。君はもう見事にそれを成し遂げてるよ。やっぱり来ると思ってたよ。君の家ってすごいんだね。僕みたいな大魔術師でさえ、こんなところ見たことも聞いたこともないよ。だけどもし、もう完全にこの場所に慣れたなんて言ったら、君は僕が嘘をついてると思うかい？それは傷つくな。でもね、これは確かに本当のことなんだ。どうやらもうしばらくここにいないとダメみたいだね。だって、君からの信頼を得るには、時間に頼るしかなさそうだからさ。僕のこと、追い出したりしないでよ。じゃあ僕のハットを見て、普段と何が違うか、気づけるかな。もっとよく見てよ。ほら、もう少し近づいてさ。どう？わかった？模様かな？それとも色かな？
もう何度も見てきたでしょ。そっか、残念だな。でも結論は間違ってないよ。このやり取りをしてる間にちょっとしたトリックを使って君からあるものを盗ませてもらった。その代わりカードを1枚君のバッグに入れておいたよ。僕が何を盗んだのか当ててごらん。そうそう、僕ってお金に目がないコソ泥なんだ。道理でお金をたくさん稼げるわけだね。でも外れ、正解は注意力だ。お金よりももっと価値のあるものだよ。これを理解して練習を重ねていけば君も優秀な魔術師になれるよ。さてと、そろそろカードを返してくれるかい？おやすみ。もし眠れないなら一緒に猫を数えてあげるよ。やあ、僕はテイワットで最も卓越した大魔術師リネ。驚いた？意外だった？どうして僕が君の前に現れたのか知りたい？それはね、君のそのトパーズのように透き通った目、それがとっても気に入ったからさ。ぜひとも君のためにもう一度ショーをやらせてよ。今度は絶対に瞬きしちゃダメだからね。大魔術師を前にしてまだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんなんじゃ最高の瞬間を逃しちゃうよ。親愛なる妹リネット、今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。目に映るものが真実。この通りを観客たちが信じてくれてるといいんだけどね。そうすれば僕も数えきれないほどのトリックを生み出せるから。こんばんは。今夜は大魔術師のショーがあるんだ。まさか忘れてないよね。おやすみ。眠れないなら催眠用の道具があるけど、あ、やっぱりやめとこう。ゆっくり休んで。美しい夢が夜明けまで君に付き添ってくれますように。そうだ、一つ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど。別にみんなに対してこんな風に喋ってるわけじゃないからね。相手が君だからだよ。ああ、リネットがいないから待機モードに入る。身の回りのことは一人でこなせるけど、やっぱり慣れないよ。君なら分かってくれるでしょ。だって君にはいつもパイモンがついてるから。本当の僕は普段みたいに外交的でも話しやすいわけでもない。大半の場合みんなと親しくなろうと言葉のマジックを使ってるだけなんだ。本来の僕に君は同情するかい？それともこういうやり方はバカだって思うかな？おやすみ。もし眠れないなら一緒に猫を数えてあげるよ。